こんにちは。写真家の立花龍馬です。前回の ZFC の動画で、富士フイルムの XT3 のスペックのご紹介のところで誤りがありました。まず、16mm から50mm のレンズの F 値は F3.5 から5.6 ではなく、F3.5 からF の 6.3 です。で、次に液晶モニターのご紹介のところで、液晶モニターがチルトでもバリアングルでもないとご紹介したのですが、XT3 の液晶モニターは3方向チルト式でタッチパネルの素晴らしい液晶パネルでした。動画を見てくださった方や富士を愛する方々、申し訳ございませんでした。ここで訂正させてください。すいませんでした。今日は ZFC でスナップを撮ってきたので、その動画をご覧ください。こんにちは、写真家の立花龍馬です。今回はニコンの ZFC を購入したので、築地でスナップ写真を撮ろうと思ってやってきました。今朝5時半ぐらいです。築地の朝は早いです。今日はニコンの ZFC にアダプタをかませて、ツァイスレンズのテッサ 50mmF2.8 のレンズで撮りたいと思います。 APS-C なので 35mm 換算で 75mm で撮ってみたいと思います。他にも 20mm のマニュアルレンズとかいろいろ持ってきてるので、もしかしたら撮るかもしれないです。それでは行ってまいります。初のZFC、 初めての撮影なのでめっちゃ楽しみです。ほら、テッサーと合うでしょ。ほら、かっこいい。ちょっといろいろ試して撮ってみます。何本か単焦点持ってきて撮るときは、いろいろカチャカチャ変えながらっていうよりも、まずは 50mm で撮って、で 50mm が似合いそうな被写体を探して撮る。で、ある程度撮れたら、じゃあ今度は 20mm のレンズをつけて、でまた 20mm で撮った方が良さそうな被写体を探してまた撮り続ける。そうしないと1回1回変えてると、特にデジタルカメラはホコリが入ったりするので、だからなるべくレンズチェンジは少なめに。そのためにまずは 50mm で撮った方が良さそうな被写体を探すって感じでやってみます。よし、行こう。あ、なんかこのクラシカルなデザインが築地に合うね。で、まずはスナップの時はまず露出を合わせて、で晴れてるところから影に入ることもあるので、一回晴れた時に露出を測って、影だとどのぐらい暗くなるのかっていうのを見といた方が早く設定ができるので、だから準備がめっちゃ大事。シャッターチャンスを逃したくなければ、まずは準備をする。で、シャッタースピードは今日はちょっとブレた感じを狙うために、1/30、まずは1/30あたりで設定する。次に絞りは、そうだな、4、まあちょっとテストしたいので今日は2発で開放でいきます。で、あとは ISO 感度ちょっと一回撮ってみます。やっぱりバリアングルはいいね。 35mm 換算で 75mm だから、だからまあ全体を撮るっていうよりも、なんか気になったものをちょっと物撮りっぽく撮ったりとか、なんかそういう撮り方かな。結構長い 75mm だから、だから普通のスナップみたいに結構背景を思いっきり生かしてっていうよりも、なんか面白いアイテムを切り抜いていくっていう感じ。とりあえずはこの 50mm でやってみます。すごくここのメニューのところに使えそうなアイテムがちゃんと並べられてて、すごく操作しやすいですね。
このホワイトバランスのパレットがちょっとちっちゃいのか、まあこのサイズだからしょうがないのか、多分見ながら色を合わせるためにちっちゃくしてんだろうね。まあ致し方ないのか、まあレタッチをするから細かく設定しなくてもいいけど、なんかやっぱりその場で出てきた絵が自分の好きな色じゃなかったらテンション上がんないから、私はもうホワイトバランスはある程度合わせます。よし、ちょっと撮ってみるか。なんか朝が早いね、やっぱり築地は。普通にみんないるよね、朝がめっちゃ早い。ニコンでマニュアルを取る人はメニューの感度自動制御オフにしないとオートになっちゃうから、だから必ずマニュアルで撮る人は静止画撮影メニューの ISO 感度設定で感度自動制御をオフにしてください。よし、行ってみよう。おー、お、電柱、俺の大好きな電柱。あれファインダーいいね。ファインダーね、電子ファインダーなのよ。そんなに違和感がないかな。形面白い。ちょっと角度変えてさ、あそこから逆光が来てるからちょっと動くだけで光が変わるでしょ。おー、後ろの青空いいね。もうここで終わっちゃう俺の大好きな電柱取ったら電柱だけで終わりそう。あー、このお店もかっこいい。この家具を入れてさ、あーいいね、後ろの一方通行の看板とかも。あー、やっぱりいいね、このレンズ、テッサーのレンズいいわ。誰か人が、素朴な感じ。へえ。やっぱりこういうさ、古いハブとかさ、古い自転車とかさ、築地は面白いのか。かわいい。入り口、ドア。こういう絵だよね、今日は。いつもさ、スナップは広角だいたい28とか35ミリとか。こういう人が通るとチャンスで、シャッタースピード30分の1だからちょっとブレてる感じね。これをもうちょっとブラしたかったら遅くすればいいし。そうだな。最後20ミリつけてやろうか。まずは、おお、テッサーのレンズいいね。でね、今撮った感じだとやっぱりね、結構長いから75だから狭い場所のスナップは向いてなくて、こういう、狭い路地とかのスナップはね、向いてないね。やっぱ引けないからね、ちょっと寄りで。仲良さそうにさ、ペアで兄弟かなそういうのを想像しながら撮ると面白いけど、
あれあのほら、おお、なんか面白いのあった。あのさ、ほら、あの乗り物なん、わあ、何これ、不思議。あー、これちょっと、おお、なんかいいね。うわー、なんかすごい不思議。何これ、面白い。あー、すごい、なんかこの裏面もいいね。なんか東京とは思えないね。うわー、なんか不思議よ、これ。不思議な感じ。何これ、へえ、なんか東京だよ、ここ。不思議。わー、なんかほら、ビルのさ、裏側が見えて、工事したから。ここ何あったっけ。あー、なんかあの建物もいいね。不思議、こういうのに出会うと面白いよね。ほら、あの建物も不思議。かっこよくない？フェア城みたいじゃない？フェア城だって笑っちゃう。なんだっけ、スワローテールのフェア城。ほら、かっこよくない？この裏やばいね。廃墟マニアの俺にはたまんない。ちょうど光が入ってきていい感じだね。ほら、あそこの上の方。だからやっぱりこの朝早くがね、いいよ。光がね、差し込んで、わー、これちょっとアンダー面撮ると面白いよ。このさ、土のう、この土のうがすっごいなんか切ない感じが、うん、うわっ、こういうのもいいんじゃない。あー、ここいいんじゃない。この後ろのさ、新しい建物とのコントラスト。ファインダーね、いいよ、電子ファインダー。軽いね、これアダプターかましてても全然軽いし。あれ、あんまりあれ走ってないね。お、いいんじゃない。うーん、吉野家、吉野家、あー、吉野家、牛丼食べたくなってきた。あ、まんまとハマってる寿司三昧、ピンク寿司三昧言い方あナミヨケ稲荷神社だって。ちょっとこっち行ってみようか。ここにね、城内市場があって、モノクロのスナップ写真のワークショップとか俺開いてた。面白かったよ、流し撮りのやり方とか。この中めっちゃ良かった。あー、こんな感じになったんだね。ほら、綺麗になってさ。おー、ここ何時からやってるんですか？ここね、5時から3時まで。5時から、うん、5時から3時まで。なんか最近あのこう乗るやつ、ね、あれなんて言うんですか？カーレー。ん？カーレー。カーレー。ターレー、うん。ターレーってあんま走ってないですね。そう。中にいた時からだけどね、ここあんまり必要ないから。ああ、そっか、うん、この中の、この中のお店で希望台じゃないの？へえ。そしたら向こうに豊洲に行ってるんですか？豊洲に行っていっぱいあるけどね今この中バスがすごいですよ。バス300台から。あ、オリンピックの、この上に上がると、ああ、屋上に上がるとす
低いです。え、屋上上がれるんですか？あ、行ってみよう。あの屋上に。ありがとうございます。行ってみます。すごいですよ。今しか見えないですね。そうですね。ありがとうございます。へえ、いいこと聞いた。ターレーか、ターレーって言うんだって。もうターレーをここで使う必要がないから豊洲に行ってるんだって。優しいね、みんなね。何でも教えてくれるから。おお、ちょっと屋上行ってみよう。おお、いいんじゃない。なんかやっぱりアルミの削り出しいいね。いいね。わあ、かつお節めっちゃいい匂い。いいね。このね、ダイヤルのアルミの削り出しいいよ。なんか触った感じがね、なんか手作り感があったかい感じ。もう7時だからあれか、もう一段落したのかもね。ピークはもう過ぎたかもね。ちょっとバス行こうね。屋上から見れるって。あー、だけど早めに行かないと選手がダメだ。早めに行こう。ちょっと先に行こう。屋上早めに行かないとバスが移動しちゃう。ちゃ今しか撮れないからね。よし、バスがあるっていうかな。楽しいね。楽しい。スナップどれどれ。ここはね、オリンピックじゃないと見れない。バスがね、何百台と止まってるって、オリンピック用の。はい、あ、はい。お、ラッキー。うわ、マジか。うわ、ほんまや。うわ、すごっ。すごっ。いや、これオリンピックならではだね。撮っとっか。あー、広角で撮ろっかね。レインボーブリッジが奥に見えてるよ。やっぱりこのダイヤルいいね。ほら、なんか直感的にいけるもんね。おお、レインボーブリッジ、ナイスレインボー。奥のほら、あのあれどこだ、あれがね、浜松町とかかな。ナイスレインボー。やっぱり便利よ、バリアングルは。ほんと、おー、綺麗。あー、なんか今しか撮れないよ、この絵。ほら、この絵今しか撮れない絵だよ。すごい、バスが。ちょっと広角でも狙いたいね。その前に、あー、あのビル群も、おー、かっこいい。覗いて撮りたい。あー、なんか普通覗いて撮りたいってミラーレスで思ったことないけど、やっぱりこれね、電子ファインダー ZFC いいよ。なんか今ね、とっさに覗いて撮りたいと思ったでしょ。いや、マジでちょっとびっくりした。今まで GH5 とかソニーの α7 でスナップやったけど、覗きたいと思わなかったもんね。いやー、ちょっと今ね、今の反応がリアルだね。モニターを畳んでファインダーにしたもんね。いやー、そういうことだよね。やっぱり体は正直だから。だからね、いいんだよ。
ニコンの ZFC のファインダーいいんだよ。もう体嘘つかないから。おお、すごい、なんか秘密基地覗いてるみたい。すごい。でここに場内市場があったんだよ。うわー、おお。あー、なんか、あ、ちょっとあれ、鰹節空に抜こうか、これね、空に。おお、面白い。あー、これ面白いんだな。ナイス。こういうの撮るといいんだよ。ちょっと小ざれた感じになるじゃん。よく雑誌であるじゃん、ちょこっとだけ端っこにさ、建物が映ってるやつ。真似すればいいんだよ、よくあるやつ。そしたらぽくなるじゃん。ね、難しく考えすぎだよ、みんな。真似しちゃいなよ、本当に。オリジナルとかさ、追求してる場合じゃないよ。自分が好きだと思ったら、それは自分のセンスだからさ。それをいいと思わない人だっているわけだからさ。だから何にも恐れることなく真似すればいいよ。だってさ、どんなにすごいカメラマンでもオリジナルとかないもん。今までのカメラマンのいいなと思った写真とかさ、好きなカメラマンに影響を受けてインスピレーションを受けて撮ってるわけでしょ。じゃあオリジナルじゃないじゃん。あ、それをさ、どんだけ素直に、どんだけたくさん真似できたか、その組み合わせがオリジナルだから。新しいアイデアなんかないから、だから既存のものの組み合わせなんだよね。そう、あるものとあるものをどう組み合わせるか、それで自分のオリジナルの写真になるね。それが分かると楽だよ。ちょっと逆光も押さえとくか。おお、やっぱりオールドレンズならではでしょう。ちょっとね、逆光は覗くと目がやばいから、うん、だから良い子の皆さん真似しないように。液晶でいきましょう。やっぱりバリアングルめちゃくちゃ便利ね。わあ、太陽がね、もうちょっと低かったらね、太陽がもうちょっと低かったら隠せるんだけど、もうほら上に来たでしょ。合ってますように。そんな感じよ。何枚もさ、回しながらピンずらしながら撮っとけば、どっかに合ってんのがあるんじゃない。そんな感じで OK よ、スナップだから。もうさ、カチカチにピントをさ、ピンピンにしなきゃいけないとかさ、ブレちゃいけないとかやると、もう楽しくないから。うん、ラフでいい。うん、いや眩しい、見えない。適当にこうやって押しとけばいいよ。だって見えないもん。無理、何枚も撮ったから。どっかにピントが合ってるのがあるわ。ほんとね、そんな感じで撮んないと楽しくないよ。特にスナップ、もう拡大してピント合ってるかブレてないかって、もうやめよう、それきついから。あー、もうなんかここでまったりしたいな。今日スナップ終わり。もうテスト終わり。もうなんかここいい、ちょっとレンズ変えよっか。いや、いいわ、ここ抜けがいいもん。ああ、なるほどな。さっきからオリンピックのボランティアの人がなんかたくさんいるなと思ったら、ここに集合でバスで行くのか。もうオリンピックレポートしよっか今日はね、せっかくだから。だってスナップはいつでもできるもん。オリンピックは今しか無理でしょ。しかも今貸し切り、誰もいないからね。ちょっとさ、オリンピックレポートする。あ、どこどこの国の選手バスですみたいな。あ、今
今出発しましたそんな感じ。20ミリのレンズ行こっか。20ミリのレンズを、おお、これもバランスいいね。ほら、これ20ミリ、ニッコールの20ミリのニッパチ。おお、これもいいじゃん、見て。ほら、かっこよくない？ほら、バランス、これ横顔。あら、ちょっとこれもいいね。ねえ、テッサーもいいけど、ちょっとこれ撮ってみようか。これね、はい。で、オラバリアングルの出番が来たよ。ほら、これでいいじゃん。これいいんじゃない？ほら、これバリアングルじゃなかったら撮れないね。見れないもんだって。ノールック。おお、見て、こうやって撮れんだよ、バリアングル。やばくない？ほら、ほら。いやー、もういい時代に生まれたよ、みんな。こんな撮影の仕方できなかったからね。で、見てみる？うん、普通に映ってる別に特別はないがあー、ちょっと今日ここにいようかな。もうなんか築地歩くのもう今日はいいやそうそう、後で行く。ちょっとここで遊んどこう。もうそうだな、なんかね、なんかあのターナー、あの車がね、いないから、なんか築地っぽくないんだよな。あれが築地っぽかったからさ、なんかね、撮る気がなくなっちゃった。おー、いいね。20だから25、30ミリ、28ミリぐらいか、30ミリだね。やっぱりね、広角の方がスナップはいいね。うん、ちょっとね、うん、ちょっと狭い場所だと限られちゃう。もうほとんどほら、寄ってなんか面白いものを切り抜くみたいな感じだったでしょ。ちょっとなんか面白くないね、芸がない。そうだな、うん、ちょっとこれをさ、東京日和っぽく撮ろうか。うん、まあまあまあ、ひょろっとしたこの狭い、あー、いいんじゃない。あ、いいじゃん、ちょっと待って。うん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 、やっぱこのぐらい広い方がいいか。うん、どれどれ、あー、ぽいねぽいね、ぽくなるね。やっぱ広角が好きかもなあんなにさ、テッサーの50ミリで決まりとか言ってたくせにさ、なんか75ミリのレンズの画角がいまいちでしたこの子かな、ニッコールの20ミリ、この子かも、もしかしたら。なんかピントリングもいいね。ほら、この感やっぱりね、ニコンのマニュアルレンズはね、ピントの山がね、すっごい見つけやすい。ちゃんとピントの山があるから、すっごい見つけやすいね。うん、面白い。シャッター音もいいでしょ、なかなかいいよ。うん、なんかミラーレスで撮ってる感じがあんまりしない。うん、なんかいいね。シャッター音もそうだし、ファインダーもそうだし。お、あれ電通、あー、そうか、電通だ。あれ電通の中やばいよ、意識高い人がめっちゃ歩いてる賢そうなこんな格好で行ったら浮いちゃうよ。ちょっと綺麗な格好で行く電通には。ちょっと上から撮ってみようか。やっぱりね、広角だわ。
もう分かった。やっぱりね、広角が好き。うん、やっぱりね、しょうがないね。なんかさ、カテッサーがさ、かっこよかったからさ、デザインもこれに合ってたからさ、テッサーを ZFC の相棒にしようと思ったけど、やっぱりね、好きな画角じゃないとダメだな。全然テンション上がんなかったもん。ねえ、面白いね。レンズ大事ね。やっぱりレンズだもんな。すごいね、バリアングルやっぱりすごいよね。バリアングルで撮影が変わったよ。ほら、こうやってさ、普通だったらさ、覗けないもん。よし、ちょっとスナップいくか。ちょっと広角になってテンション上がってきた。やっぱり 75mm じゃなかった。寄りたい、なんだろうな。絵がね、面白みが出ないんだよな。あ、やばい、やばい、ちょっとテンション上がってきた。うん、大事だよね、レンズ。うん、大事大事。ほら、なんかこのライブ感だよな。見て、こうやってさ、ほら、このライブ感。うん、あ、もう間違いなく、もう間違いなくこれだ、 20mm。 おお、ねえ、レンズでこんなに違うんだよ。お、ラムネ、サイダー、かわいい。出囃子が鳴ってる。あ、結構寄れるよこれ。あ、暑いっすね。出囃子いいですね。ふう、お、包丁屋さんだ、すごっ。オッケー、包丁屋さんだって。あー、いいね。はい、ありがとう、ごめんなさい。かっこいい。おはようございます。すごい、いいね、この裏。あー、あった。うわ、すごっ。これすごっ。あれ、潰れちゃってる。すごっ。やば、なにこれ、おもろ。おお、おもろ。おお、やばい、おもろ。おお、かっこいい。壊したんで。もう壊したんですね。もったいない。持って帰りたい。あー、そうなんだ。壊しちゃうんだって、もったいないな。うわー、かっこいいなこれ。いっぱい撮っとこう。シュール。ちょっとこの、ほら、ターナー、ターラー、なんて言ったっけ。全然覚えてない。覚える気ないんかい。ターナーっつったっけ、ターラーっつった。なんかそんな感じ。ターラーかターナーとか。おお、いっぱい撮っとこう。お、来た。ちょっと待って。かっこいい。あれがね、もうめっちゃいっぱい走ってたんで。お、
お、寿司ザン。俺マスクしてる。目にマスクしてるんだよね。寿司ザンマイ。なんで目にマスクしてるの。ちょっと、はい、ちゃんとお口にね、鼻マスク。寿司ザン。面白い。ほら、いらっしゃい。超リアル。ほら、鼻隠さないと怒られるよ。いいね、寿司ザンマイ。うわー、すごい。カオス。カオス。このさ、シートのこの、これ良くない？シート。超カオスやん。あー、やっぱりね、分かった。もう分かった。俺は75ミリとか標準以上はいらん。おじさん、大谷ファンですか？え、かっこいいっすね、これ。4年前からです。え、4年前。4年前から、うん、ちょっと背中取らせてもらっていいですか、大谷。はい、こっち振り向いてもらっていいですか。おー、かっこいい。今日も打ちますように。ありがとうございます。かっこいい。うん、うん、すごいっすね。ありがとうございます。どうも。かっこいい。今日もホームラン打てますように。やばい、いいね。最高。お、ここ入っていこっか。うん、おー、かっこいい。かっけー。やっべ、かっこよくない。うわー、やばい、これかっこいい。やっべ、かっけ。おー、いいねー、これ。ちょっと、うわー、鳥肌立ってきた。やっと、かっけー、なんなの。やば、超かっけえじゃん。あー、やっぱりね、レンズ。これだってさっきの 75mm じゃ撮れなかったもんね。レンズだよ。だからやっぱり一番いいのはズームでね、ズームレンズでいいよ。単焦点じゃなくてズームレンズあればさ、いろいろ撮れるからさ。うん、お腹いっぱい、ありがとうございます。うん、結構しょ。あー、やっぱり広角の方が面白いね。あ、こっちから。うん、どうも。あれ、こっち抜けられないのか。抜けられますよ。抜けられる。ありがとうございます。こっちも行けるか。うん、少なくなったな。うん、もう去年一昨年場内市場がある時はもうめちゃくちゃ人多かったからね。あ、え、海の宝石箱やん、彦摩呂さん。彦摩呂さん、ちょっとアップで撮っちゃう。彦摩呂さん、いい顔してる。はい、こっち見て、彦摩呂さん。えい、ナイスショー。海の宝石箱やー。ヒコマロ、ヒコマロじゃない、名前なんて。ヒコマロか。あれ、
何マロだっけ、君マロじゃない、君マロ、ヒコマロ、君マロか、違う、ヒコマロだ。ヒコマロさん、うわめっちゃ美味しそう。あー暑い、暑いですね。いやあ、ここ行けるのか。あ、ここいいね。いいな、これ。味あるね。かっこいい。面白いね。いやちょっと、スナップ面白いね、やっぱりね。あ、これね、絶対美味しい、いいよ、いい、なんか撮って楽しい。いやー絶対美味しい、テンション上がるもん、これ持ってるだけで。大事でしょ。いや絶対美味しい、いいよ、ほんと。やっぱり使ってみないとさ、良さ分かんないじゃん。いやー絶対美味しい、マジテンション上がる。アルコール消毒および体温かっこいい、いいね、感じかっこいいね。お買い物をお楽しみください。感じかっこいい。またご来場のお客様もマスク着用にご協力をお願いいたします。ウニウニ、てれててれて、このダイヤルでさ、ここでシャッタースピード変えれるのめっちゃいいよ、やっぱりここですっごい簡単。だからダイヤル好きなんだよ。ここでほら、こうやって簡単に変えれるでしょう。絶対美味しい、やっぱりいい。あー、なんか賑わってるね。わさ、ちょっとシャッタースピード、シャッタースピードを30分の1、シャッタースピードを30分の1で歩きながら撮ってみよう。いくよ、向こうからがいい。シャッタースピードを30分の1にして歩きながら、歩いてる人をブラして手ブレも入れて、面白いよ。よし、すごい臨場感。すごいね。おー、すごい建物。かっこいい。かっこいいね。お、自転車来た。ブレブレブレロ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 。おー、かっこいい。ほら、やっぱりこれいい、20ミリいい。だから30ミリぐらいか。やっぱりスナップは30ミリあたりいいね。一番テンション上がる。しっくりくるんだよね、覗いた時。かっこいい。あー、やっぱりこの画角好きだな。30。もう間違いないな。
好きなレンズじゃないとテンション上がんないね。いやー面白い。面白いね。いやー ZFC 気に入ったぞ。いやーもう歩いてるだけでお腹いっぱいになってきた。おはようございます。ちょっとビールでも飲んで帰るかちょっと刺身とビールで一発引っ掛けていくかいやーいいね ZFC いいよほんと美味しそう。この前レビューした時はさ使ってないから。いやーやっぱりカメラ使わなきゃわかんないね。うん、いやいいよこれすごくね。スナップいい。なんかね軽すぎないのもいいね。俺の中ではやっぱりアダプターかましてレンズつけるとちゃんと手にずっしりと、うん、あんまり軽すぎるとブレちゃうし、なんか写真撮ってる感じがしないけど、いやこれいいよマジでいい。うわ何これ、うわ何これ、うわー山猫すげー、何これ、おーいいね、いいよ。ほらこのね結構やっぱグリップ俺はいらんな。グリップはいらん、うん、収まりがめっちゃいい。収まりいいよ。ストラップ手に巻くと。お兄さんもどうですか。あ、取れますね。あ、取れる、うん、ありがとうございます。さっき聞いたとこ。あ、そうそうそう、あっち道路、うん、道路、あ、もう雑多な、かっこいいな、コカ・コーラなのに。この雑多な感じがいいね。うん、おいや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 、ビール飲みてー。ということで今日は ZFC でスナップを撮りました。で初の ZFC めっちゃ良かったです。シャッター音、ファインダー、あと軽さ、握り心地、触り心地、アルミ削り出しのこのボタン類、すごい操作性も良くてめっちゃ気に入ってます。であとやっぱりバリアングルすごい良かった、うん、まあ仕事でガンガン使うっていうカメラではないけど、ちょっとスナップを撮ったりとか、なんかそういう感じではちょっと使っていきたいな、なんかそういう感じで結構使えるなっていう感じだったので、まあ趣味で写真を撮りたいとか、まあポートレートとかもいけるし、スナップもいけるし、風景もいけるし、なんか趣味でちょっと手軽に始めたいなとか、あと持ってて楽しいカメラっていう意味ではもう ZFC
超おすすめです。でもしわからないことがあれば私にメッセージいただいたらこういう設定してるよっていうのはお伝えできるので、前の動画でお伝えした通り他にもいいカメラはいっぱいあるので、もしデザインが好きででコンパクトに使いたい方はおすすめです。じゃあねー、バイバーイ。 ZFC 最高だった、イエーイ、バイバーイ。あーなんかここいいな、ちょっと気に入ったぞここ。ちょっと落ち込んだらちょっとここに来て泣こうかななんか人も少ないしいいよ。いやもうぜひ子供がいる方は、男の子特にすっごいいろんなバスが止まってるから、男の子いる方はぜひ連れてきてください。すっごい絵になるしぜひ。で帰りには築地でスナップを取って帰ってください。で美味しいもの食べてバイバイ